さあ先行を決めるじゃんけん、先行を取っていったのは、さあ右が浜中選手ですね。浜中選手です。さあデュエマスタートです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずマナーチャージはモモキングレックスですね。おー、レックス。さあこれはデッキが、まあ、ちょっとまだ絞り切るには早いかなというところ で、ね、左側のヒンタ選手のターンですね。デッドダム、デッドダム、これはこれは水谷道前半ですの可能性がかなり高いですね。ファリさんの予想通りというところですかね。はい、浜中選手はマグナム、ショートショットマグナムからリライフ、デフェリーリライフで埋まったカードは、そうですね、モモキングレックスですね、はい、これはどういうドラゴン系のデッキではないですかね。これ多分ドラゴン系のデッキで、やはりアルカリスモモキングなどを採用した構築なんじゃないかなと今のところは思いますね。さあ、アイオリテルからチャージからのキャディービートルがマナに置かれましたね。はい、キャディービートルも入っていると。波が浜中選手のターンです。お互い立ち上がりは悪くないですね、うん、お浜中でカツキング、カツカツ、これいわゆるシータレックスって呼ばれるような非水自然入りの、ね、まあ、レックスデッキなんですかね、これはだと思いますね。ここまでも採用マナ払いました。受けたのは良かったです。パラドキシカルファクトリーですね。パラドキシカルファクトリー、これはかなり強い強いですね。さあ2枚ドロー2枚捨て、その後墓地からコスト2以下を2体まで出すことができます、うん。さあハンデスとしてはこれは理想的な立ち上がりだと、キャディービートルも出てきましたね。あ、ここは手札がしていく、手札がい、さあセレナ100機のジャオーモン、これはジャオーモン、はいはい、ジャオーモンだったんですかね。なるほど、これはかなりなんか意外なカードが見える。おっ、サイバーブレイン、サイバーブレイン強いですね。なるほど、これはかなりいろんなカードが見えているぞ。3枚ドロー、そうですね、こちらは、うん、まあ、多分ジャオーモンだと思うんですが、はい、レックスが採用されているのはなかなか見ないので、うん、レックス入りジャオーモンなんですかね。そのレックスから何を進化させるのかっていうのが気になりますね、はい、あるいはちょっと時々、まあ、見かけるんですけど、レックスから燃える革命ドギラゴン乗せるような、はい、あ、確かに確かに、ジャオーモンデッキありますよね。ありますね。そっか、それありましたね。それで革命ゼロを、まあ、発動させて、しかも無限攻撃で負けない状態でアタックするっていう、ひょっとしたらそういうコンボとか入ってるかもしれないですね。入ってそうですね、はい、レックス入りジャオも一体どんなデッキなのか。あ、でも燃える革命ドギラゴンだった場合、まあ、あと2ターン経てば関係ないですけれども、はい、まあ、若干このキャディービートルが、ね、若干動きづらくしてるのかなっていう感じはありますかね。キャディービートルは相手のマナゾーンより大きいクリーチャーが、まあ、出る代わりにマナゾーン行ってしまうというね、まあ、ただ相手のターン中にしか効果がないというカードですね、うん。さあここでヒント選手、さらにパラドキカルファクトリー、いやーこれ強いな、強いですね、この連打が強いんですよね。出せたカードはディスジルコンとアップル。さあベラドンナから、さあ1枚ハンデス、さあ手札赤い、さあカツキングが捨てられました、ね、ただもこれサイバーブレーンでかかったですね。でかかったですね、しっかりと3枚ドローして、まあこのハンデスされるのは分かっているから手札を増やしておく、なるほどなるほど。さらにかなりパーツが揃えたいデッキなので、うん、ここで何かしら起こすと、これはジャオーガですね。ですね、あ、鬼が大王、ジャオーガ、しかもシールドを手札に加えずに、加えない、なるほど、出すだけ出してくるところですね。これ面白いプレイですね。なるほど、面白いプレイですね。これ打点を残して、まあ、ちょっと相手にあの動きにくくさせるっていうことだと思いますね。そう、これはなかなか面白いプレイが見えた。まあ、相手のバトルゾーンにアップルやキャディービートル投げてるクリーチャーが2体いますので、はい、ここでジャオーガの効果を使ってしまうと、まあ、バラドビナシューラでしか耐えることができない状態なので、まあ、今バラドビナシューラはないから、ね、ここは使わないといった選択ですね。いや、カツキングちょっと出したかったですよね、これね、出したかったけど抜かれてしまった、はい、これはハンデスがうまく刺さった。うわ、3枚目、これは持ちすぎてるぞ。なかなか強いですね。そろそろベラドンナの2枚目とかもアクセスできそうですね。そうですね、ベラドンナがまだ1枚しかなかったので、まあ、ハンデスは1枚ずつ刻んでいたんですけれども、ちょっと捨てるカードを考えているところですね、これは。さあちょっと浜中選手としてはもうすでに手札を3枚の状態差し出して、まあ、1枚はどうせベラドンナ使うでしょっていう感じですね。さあ2枚捨ての捨てるカードですね。さあ捨てたのはデドダムとアイオンユピテル、ね、おー、じゃあちょっと2マナのクリーチャーが若干足りてない。さあとりあえずベラドンナ効果で1枚手札がかりですね、うん。さあでもこれ一応デッドダムではあるので、あ、ジャオモン切られましたね。3枚目ですね。うまい。あ、でベラドンナ手札から、なるほど、普通に出していきましたね。はいはいはい、フェリーリライフを切りました、はいはい、ユピテルアタック侵略デッドダムド、これはかなりリソースがきつくなってくる。さあ右側手札2枚ですね、浜中選手のターンです。さあちょっと手札赤いのペースが早いので、わあ、でもサイバーブレイン強い、増やしていく、すごいですね、この
ハンデスとサイバーブレインの打ち合い、いやなんかベラドンナを嘲笑うかのようなサイバーブレインでした ねさあこれで結構ヒンタ選手もリソース入ってしまったので、うん、ちょっと立ち直すまでには時間かかりますので、あでもディスティルコンいったんが強い、隙がないですね、ないですね、そうかディスティルコン捨ててましたね先ほど。これで2枚ドロー1枚捨て、あそしてダークネスも引いてる、さあ2マナ、さらにベラドンナ、ベラドンナ強すぎるぞ、4枚の手札から捨てられたのは、おジャオモン、4枚目のジャオモン、これ4枚目ですよね、4枚目です、ないですね、ジャオモンがもうない。さあ前半で捨てられた2枚とで今の3枚目のマナチャージ1枚でこれで4枚ですね。なのでこれでジャオガが実質ちょっと腐ってる形になりますかね。そうですよね、そうですね、浜中選手としてはここでちょっとパンチ力のあるカード出しておきたいところですよね。ちょっとこのままだとペース握られ続けてしまう、おっとここでファークトニーチャーマナチャージ、これは結構でかいか。さあジャオガをこれまた本置き、はいはい、そうですね、手を回収する意味はないと、写真はそのままというところですね。これちょっとジャオーモンが、まあ、手札外が突き刺さって、まあ、重要なカードがかなり捨てられている、まあ、どっちにしろあれなんですかね、アプルがいるから、まあ、どっちにしろ今のところこのアプルを倒せるカツキングが全然引かないので、うん、まあ、ジャオーモンもなんか捨てられても心境的にはどうなんでしょう、まあ、そんなにいらないかなみたいな、まあ、あでもやっぱり1枚もなくなってしまうと、うん、そのアプルを取ってからジャオーモンを追ってもう1回攻めるみたいなプランが取れないので、はい、まあ、ちょっとなくなるのは痛いですね、うん、痛いですね、山札にちょっと残ってほしかった1枚です。まあ、逆にちょっとねレックス型であることが、まあ、一つちょっと有効に、うん、さあこれダークネス2枚捨てられて、あれ燃える革命ドギラゴンじゃないですか、解説していただいた燃える革命ドギラゴンですね。レックス燃える革命入り4色レックスジャホーモンでしたが、ヒンタ選手の手札界がそれを上回るスピードで刈り取っている。ヒンタ選手ももうそろそろちょっと詰めに入りそうですか ね。これはそろそろ仕上げはジャオーガ、仕上げはジャオーガ、クライマックスジャオーガが、うん、まあ、約3枚ぐらい採用されていると思いますので、まあ、ここからは手札を奪って安全にフィニッシュしていきたいです、うん、さあそうこれは結構浜中選手としては相当早かったですもんね、パラドキシカルファクトリー連打が。そうです ね、3ターン連続で唱えてましたよ ね、引けば引くほど強い、まあ、そして、ね、2枚引いてるので当然2枚目3枚目引く可能性高くなるんですが、それにしてもという強烈なヒンタ選手の手札界。さあパーフェクトダークネス、これ手札からですね、だから普通に打って、はい、さあこれ手札破壊と墓地からデッドダム闇の、4以下のクリーチャーを出すという効果を使いました、はい、デッドダムを起動して、まあ、マナー加速とともにジャオが探しに行っているという感じですかね。これはさあ2マナで、2マナでアイオンユピテル、なるほど、ジャオが1体も、うん、これでしっかりと盤面を残さない、残していきましたね。いやーこれは徹底している、どんどん裏目を潰していきますね、うん、さあターンエンドで右が浜中選手のターンですね。まさにこう水も漏らさぬというか、いや、そうですね、丁寧ですよね、ヒンタ選手も。そうですね、さすが DNP ランキング1位、すごい硬いですね、硬い。さあここから返す手段はあるのか浜中選手、腰の緩みもない攻めを見せているヒンタ選手、これは7マナではないので5マナをタップして、これは墓地からパーフェクトダークネス、うん、パーフェクトダークネス墓地から発動ですね、はい、今キープした手札と、まあ、再びデッドダムを蘇生していく、デッドダムが捨てられてデッドダムが出てきました、ね、いや水曜クライマックスジャオが探しに行ってますかね。そうですね、これはもう、まあ、問題できるだけ、まあ、何を引かれる前にさっさらと止めさせてしまおうと。さあデッドダムと2枚目も見えました、さらにニコスとアップル、はい、アップルが出てきて、まあ、より健康な蓋をしていくと。バス浜中選手ちょっと手札1枚トップ1枚だけではこの盤面返すのはかなり厳しい、マナにパーフェクトネイチャーはあるんですが、うん、アップルの効果で使えないですね。いや強力ですね、強力ですね、アップル、このアップルがどかせれば動き出すかというところだったんですけれども、このそれ動き出す前にしっかり蓋をしてアップル2体目を出していく、すごい丁寧ですね、丁寧ですね。キャリービートルをマナチャージですね、うん、パラドキシカルファクトリー4枚目ですね、4枚目、さあデッドダムの3枚目が切れました。さあグリトルはベラドンナ、鬼カマス、鬼カマス、さて札もしっかり切ってドギラゴンが刷られていく、これ鬼カマス添えたってことはもうさすがに次のターンぐらいで殴るプランが、そうですね、まあ結構打点としたらジャオがなくても、まあ、デッドダムと絡めれば結構ありますもんね、デッドダムは2体いて、これクライマックスジャオがまだ引き込めてないのであればもう割り切って殴るプランに切り替えて、そろそろそんなに引っ張ってもなというところかもしれません。
なんかクライマックスジャオがそもそも入ってないとかそういうことあったりするんですかね。ちょっとあるかもしれないですね。でも結構入ってるイメージではあるんですけど、うん、基本パーツではありますよね。あとなんか4枚5枚ぐらいしかデッキがない。あーでも出てきました。クライマックスジャオが引いてなかっただけでしたね。ここで出てくるのがシールドからも落っこってきました。クライマックスジャオがさあシールドがお互いに3枚になるように墓地に置かれます。いやこのカードは強すぎるぞ。なるほど、アプルから一発のクライマックスジャオがで、はい、しっかり勝つ権ケアですね。さあこれで手札を刈り取って、はい、ダイレクトアタック。さあということで、いや決まりました。見事なプレーを見せたヒンタ選手の勝利です。予選第8回戦は画面左がヒンタ選手の勝利です、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いや素晴らしい、素晴らしいプレイングでしたね。いやもう完璧でしたね。理想の展開だったと思いますね。本当にこう水闇自然ハンデスこう使うんだよっていう。そうですね、まあ、本当に言わんばかりの日本のような動きを見せていただきました。正確無比なプレー、はい、見事ね、あの8ラウンド目勝利しました。ヒンタ選手も勝利者インタビューでお呼びできる予定でございます。浜中選手もねすごく独創的なデッキで、そうですね、見たかったですね。見たかったですね。レックス、はい、燃える革命ドギラゴン入りの、まあ、レックスジャオンもだったんですけども、まあ、それを動き出す前にヒンタ選手が、まあ、手札界を突き刺して、まあ、勝利ということで、まあ、これが手札界の強さですね。そうですね、これでヒント選手は予選上がりまであと1勝と。そうですね、7-1なので、まあ、かなり熱い、かなり熱い、もう次勝ったら確定で、確定ですね、まあ、負けてもまだワンチャンあるみたいなところまで来てますね、はい、いやでも、ね、手札界とサイバーブレインの打ち合いちょっと懐かしい気持ちですね。そうそうそう、いやいや取り返そうみたいな。コメント欄でもサイバーブレイン最高と、最高っていうね、やっぱサイバーブレインサイバーブレイン電動解除したときはさすがにでも今の環境そんな打ってる日もないのかなみたいなちょっと思ったこともあったんですよ、はいはい、そんなことなかったですね。そんなことない。やはり3枚ドロは強い。やはり3枚ドロは強いですね、はい、だってホーエルです、まあ、もうやっぱちゃんと疲れてましたからね一時期は。そうですね。あ、そんな中、はい、見事8ラウンド目を勝利しました、ヒンダ選手にお越しいただきました。おはい、来て来て来て、はい、はい、ちょっと今準備しますので少々お待ちください。はい、今ねイヤホンとねマイクセット中でございます。はい、はい、ということで見事8ラウンド目勝利しましたヒンタ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いやもうお手本のようなハンデスっぷり。ありがとうございます。あ、すごかったですね。でもな結構バシバシ相手のキーカード抜いてて、う、ね、うん、パラドキシからも打ちまくり。そうですね、めちゃくちゃ引っ込んじゃって、はいはい、あれもと相当も気持ちよかったじゃないですか。そうですね、じゃあ今日はそのあの水闇自然ハンデスということだったんですけども、はい、これでデッキの選択理由とかって差し支えないようですか。そうですね、自分が一番使ってて、うん、感触がいいデッキが、うんうん、やっぱり青くあのアルカラハンデス、はいはい、で、うん、やなんだろう、あとどのデッキにも対応力があって、はいはい、そういうなんていうのかな、あの、うん、言い方悪いんですけど変なデッキに負けないみたいな。ああ、まあ自力が高いですからね。あ、そうです、はい、でなんかあのメタカードを組み合わせてあのいろいろなデッキに勝つところが好きなんで使ってます。おー素晴らしい。いや本当にね、またその有言実行の素晴らしいプレーでしたけれども、で今7足。あ、そうです、相当熱いんじゃないですか。熱いです。そうですね、まあ、次勝てば格上がりですよね。格上がりです。これは今日は今日どうですか。今日の調子としては、調子としてはなんていうの、序盤に負けちゃった分なんかメンタル的にはやれてたんですけど、はい、うん、あのなんとか持ちこたえれればと思います。いや素晴らしい勝負でした。そうとても、ね、へこたれたと思えないようなね。そうですね、正確無比なプレーでした。ビアリさんいかがですか。そうですね、昨日ちょうどアドバンスの時にお話ししていて、ね、なんかアドバンスは負けちゃったけどみたいな、だからじゃあ明日ちゃんと来てねみたいな言ったら本当に来てくれたんで今。ああ、確かに、ね、個人的にめちゃくちゃ嬉しくて、しかも今7-1ということで、はい、あと1勝で予選突破。そうです、また本戦で会えるのを楽しみにしてます。頑張ってください。はい、また来ます。また来てください。あ、というわけでじゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、見事8ラウンド勝利しましたヒンタ選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。